はい、どうもこんにちは。これは何ですか？新田真剣佑と、新田真剣佑に略奪愛疑惑、昼ドラ顔負け、資格関係でワンオフ、タカとは絶交、絶縁状態みたいな感じなんですかね。まあ、タカ、ワンオフタカと新田真剣佑はね、特に真剣佑くんは今のね、これから始まる、るろうに剣心のね、最終章にね、出てるし、ワンオフはずっと、るろうの曲を、やってるって。まあだから遠からずってことなんですけどね。なんか泥沼になってるんですかね、これはね。俳優の新田真剣佑24歳が、7歳年上の交際女性 A さんを巡って、ロックバンドワンオクロックボーカル、タカ33歳。だからここ結構離れてるんですよね、タカさんと真剣佑くんは。9歳差ですか。絶交したと。22日発売の女性セブンが報じた。真剣佑がタカと A さんの関係を疑ったことが原因なのだが、そもそも出会った時 A さんは既婚者でありと。モテる方なんですね、この方はね。7歳年上の方っていうのは。真剣佑にも略奪愛疑惑が囁かれていると。女性セブンによると、真剣佑とタカプライベートでも仲が良かったが、昨年夏にタカが A さんを温泉旅行に誘い、そこに男性が複数いたことから真剣佑は激怒と。そもそも A さんが僕の恋人だと知って泊まりがけの旅行に誘うなんてタカは絶対に許さないとクレームを入れたという。一方タカは男女関係を否定して謝らなかったため二人の関係は修復不可能になってしまったと。 A さんは現在一般人だが、もともと子役女優として活動した芸能人だった。プライベートでは有名スタイリスト P さんと結婚していた。だからまあやっぱよっぽどね、綺麗な人なんでしょうね。一般人なんだけどもともと女優ですからね。旦那さんの B さんというのは芸能界で有名人で、真剣佑のスタイリストとして一緒に仕事をしたこともある。その現場に当時妻だった A さんを連れてきたことで真剣佑と A さんは出会いましたと。これはただ事じゃないですよね。人の嫁でしょ、これは。まさかこの出会いが後に交際に発展するとはその場にいた誰も思わなかったのだろう。この時真剣佑を気に入った A さんが、女の方が気に入ったの。後に共通の知人を通してコンタクトして、そこから二人は連絡を取り合う仲になった。積極的ですね。2人が B さんの紹介で知り合ったのが2018年で、 A さんと B さんが離婚したのは翌年。真剣佑と A さんが正式に交際をしたのは離婚後みたいですが、タイミングがタイミングだけに略奪愛だったのではと言われています。まあまあまあそう思われますよね。多分付き合ってたんでしょうね、まあ付き合ってたんですか。まあまあ意識はしてたってことですね。 B さんからすればたまたま現場に来た A さんを自分の妻ですと軽い気持ちで真剣佑を紹介しただけ。それからしばらくして離婚、さらに2人が付き合うことになると。交際開始から2年が経ちますが、未だに B さん周りから聞かされても交際していることを信じてない、嘘だと思っている。出会った時 A さんは既婚者、しかも仕事関係者の妻とあって人気俳優という立場を考えると適度なキャリアを保距離を保ちそうなものだが、真剣佑は純粋で少年のような性格や、それは良くないな。A さんの魅力にどんどんハマっていった。まあ、A さんってのもおかしな女子ですね。タイプの女性は昔から年上で包み込んでくれるような人。まさに A さんがそうだった。でも人妻でしょ。それは良くないな。現在、真剣佑の方がベタボレと言っていい状態。他にの女性に目をくれることもなく、都内の高級住宅地で同棲していると。来月にはハリウッドで活躍した父。千葉真一の後を追うように映画撮影準備のために渡米する予定で、まあね、英語もペラペラですからね。ここにも A さんを同行するよと。完全にもう夫婦ですかね。真剣佑はとにかく本気なので、それほど遠くないうちにも結婚があり得るのではないでしょうかと。そこまでなんだ。真剣佑恋人の A さん、元旦那の B さんで、ワンオクタカの巻き込んだ複雑な資格関係のドラマですね、完全にね。泥沼のドラマですね。資格関係のようだが、真剣佑と A さんの間は太い直線で結ばれているの間違いない。ってことですって。もう本当に、何ですかね。事実はドラマよりきなりって感じなんじゃないですかね。まあ本当であればですよ。まあ、本当であればですけどね。面白い展開じゃないですか。なるほどって思いますけどね。まあ、ついでにあと、話そうかなと思うんですけど、ルロ、まあ、ね、せっかくこの二人が、の話になったら、ルローのことなんですけど、ちょっと僕、ルローがこれからやるじゃないですか、たけるくんの。そのルローとかを新しいのをね、見た感想的なのとか、
なんかそういう動画作ろうかななんて話をしてたと思うんですけど、ちょっとそれやめようかなって今思ってます。要するに流浪に関する動画はもう、いや、ここで一旦やめようかなと思いました。まあ、なんでかというと、ちょっと僕がちょっと勘違いしてたかなと思って。こいつず、まあ、竹モネの話とか、モネちゃんがね、やってた、あれがあるじゃないですか。ボス恋だったりとか。まあ、ちょっとそういうの僕は、竹モネがね、盛り上がった時に僕はちょうど YouTube を始めてるので、そこから僕の YouTube を見てる人っていうのは竹モネのファンとかが多いから、まあ、その流れの部分で、僕もね、この、僕の YouTube の場が竹モネのファンの、交流の場だったりとか、まあ、モネちゃん好きの人が集まってくれて、そこで会話がなるような掲示板的な、SN 的ななんか動画としても使ってほしいななんていう気持ちもあって、まあそこで、せっかくタケル君がね、今リキ入れてるね、コロナで延期になってしまって、やっと始まるっていう流浪の最終章、もうまあそういう風になってほしいななんていう気持ちも少しあったんですけど、よくよく考えてみたら、やっぱりね、ちょっと流浪と、竹もねは違うなってことにちょっと気づいたんで、まあちょっと僕が浅はかだったなってことでした。まあそこなぜ違うのかって僕なりに考えたんですけど、竹もねとか、やっぱこいつからじゃないですか。まあ歴史が浅いんですよね。1年ちょっとなんですよ。去年。まあ、まあそこそこ1年ですよね。で、モネちゃんもそこからブレイクしてるので、まあモネちゃんもまだ若いし、ブレイクして間もないっていうところがあるので、まあそこはね、みんなフラットな関係性上で、僕のここの動画でも盛り上がれると思ったんだけど、まあタケル君とルローに関しては歴史があるんですよね。だから個々の思い入れがちょっと強いなっていうのでっていうふうに思ったんで、僕はね言ってももう何回も言ってるようにここ1年のウォッチャーなんですよ。ここ1年のウォッチャーが、まあいくら後追いでねルローのことを勉強しながら、じゃあこの場でルローのことを語ってもらおう、まあちょっと交流の場にしようって思ったところで、まあ結局ね新座物なんですよね。っていうのはその新座物にとってちょっと壁がちょっとあるなと、高いなっていうことに僕はちょっと気づいてしまったので、うん、なんかここは僕が出る幕ではないなと思ったわけですよ。だからまあ流浪に関しては今まで少しずつ触れてきたんですけど、で少しこうこの盛り上がりに乗じてじゃないけど、この盛り上がりになんとなくかませていただいて、みんなで盛り上がれればなーなんていう、まあ淡い期待というか浅はかな考えがあったんだけど、思い入れの部分がね、やっぱ皆さんが、やっぱ、タケル君、特にルローっていうのは2012年から始まってるわけじゃないですか。歴史が物語ってるものがあって、その歴史、そこからずっと見続けた人間が、僕が、たった1年しか追ってない人間が、僕がいくら頑張って勉強しても、追いつけないんですよ。それは、時間というね、壁がね、タケル、ルローファンの愛からしてみると、自分を何回も見てると。何年も前から。自分は見てた。自分はファンなんだ。っていうのに、やっぱりここ1年しかウォッチしてない僕がやったら、そこをね、埋めれないですもん。どうやったって。こうで比べられてしまって、僕はグーの音も出ないので、思い入れがあるものに関しては、個人で楽しむべきだなと思ったんですよね。だからまあ僕は もちろんルローは見ます。最終章、日本ね、2作見ますよ。個人的に見て、動画では触れないように、皆さんも多分個人的に見るんでしょうから、ね、ルローに対しての、思いをね、自分の中で増幅するもんだと思うので、僕もそうしますというふうにちょっと感じたので、流浪は、流浪に関しては、武田君の流浪に関してはもう触れないようにするという。そんな感じです。ではでは。